川崎市立大宿小学校は、神奈川県川崎市中原区場、小田中一丁目にある市立小学校。本校は1966年に開校した市立の小学校である。2016年に開校50周年を迎えた。近隣にある小学校の大戸小学校の人数が多くなり、また、生徒の安全確保のため開校した学校だったため、 当初公明は、オード第二小学校になる予定であった。なお読み方は、大谷戸とと呼ばれることがあるが正確には、大谷とである。2009年度の生徒数は1000人弱であり、3年生は5クラスで1年生は7クラスである。新校舎完成前は、校庭はプレハブ校舎建設のため狭くなっていたが、新校舎完成のため広くなった。校舎は、上空から見ると、 L 字型に見えたが、新校舎建設のため現在は L 字型ではない。校庭にはダイヤと富士と呼ばれる小さな人工の山がある。これは本小学校の名物であったが、拡張工事のため撤去された。また、天気が良い時に校舎4階から富士山が見える時がある。その他、学校の東門を入ると正面に倉庫があり裏には、 畑があり5年生が稲を育てるなどしていたが、新校舎の建設によって、倉庫ごとなくなってしまった。最寄り駅は JR 南部線の武蔵新城駅である。ありがとうございます。